じゃーん、買っちゃった。友達の YouTuber は GoPro はなくした時に新しく買えって言いますが、僕はなくした時のために新しく買っとく方針でやっていきます。即ポチで買った GoPro Hero 9フロントスクリーン最高ですね。Hi everyone、 本当に久々の投稿になります。この1ヶ月間僕結構忙しくて、日本からのお客さんもいたし、エスクローが、ハワイ会とかアラマナであって、そのクローズの、仕事とか、クローズした後の仕事とか、あとは家で今リフォームしてて2階にオフィス作るんですけど、そのタイミングの、基礎工事とか屋根の工事の手配とか、でっかい窓入れるんでその窓の購入とか、あとはソーラーシステムの、導入の手配とかもいろいろこう動いてて、なかなかビデオを更新する時間がなかったんですけど、今僕はまたワイキキに今エスクロに入ってる物件のインスペクションに行ってるんですけど、ほんと1ヶ月ぶりぐらいの更新になりますが、ハワイはこの1ヶ月間ですね、自宅待機令がまた出てまして、今日木曜日解除になったんですね。解除といっても本当に段階的な解除で、そもそも自宅待機になったのは1日350人とか感染者が増えちゃって、本当に独立記念日からぐわーっと上がっちゃったんで、これなんとかしなきゃいけないってことで、また基本的には家にいる、学校は全部オンライン、またみんなで集まったりとか人んち行ったりとかっていうのも一切ダメと。サーフィンとか、釣りとか OK だったんですけど、前回に比べて今回は浜とか港からの釣りはダメで、海に入ってないとか、ちょっとまたわけわかんなくなって、それがここ2週間ぐらいどんどん数が減ってきて、今はですねだいたい150人1日150人とか60人とかっていうのがちょっと前後、こう日替わりでこう増えたりちょっと減ったりしながら、全体的なトレンドは下がってきてるということで、段階的に解除になりました。何が解除されたかっていうと、まずレストランがまたオープン、スペースとかディスタンスは設けるんですけどオープンできる。バーとか飲み屋ですねは引き続きクローズ、クラブも含みます。人ん家に行ったりっていうのは5人までなので、これがですね1日あたりの感染者数が7日連続とかで減っていく、どんどん減っていくと規制を段階的に解除していくという方針です。さらにですね、10月15日から海外、州外からの旅行者の受け入れも始まることになりました。これはですね、飛行機に乗る前に一定の決められた試験、 PCR なのかな、これを72時間以内に試験をして陰性だったら飛行機に乗れると。ただね、これで日本の人が10月15日から来れるっていうわけでもないらしいので、ちょっとこの辺は注意して いかなきゃいけないと思うんですけども、いずれにせよこれで日本からの観光の方も受け入れのちょっと目処が立ってきてるのかなと思います。だけど本当にもうワクチンができるまではこんな感じなのかなって、規制解除してちょっと増えたらまた解除してとかなので、本当は半年1年ぐらいは気が抜けないよねっていうことだと思うんですけど、学校もとりあえずもう3人とも全部オンラインだったんですけど、うち段階的に様子を見ながらまた学校に登校するような方向で今動いているようです。まだちょっと詳細は決まってないんですけど、そんなような感じですね。なので本当に数を見ながらって感じだと思います。だけどちょっと心配なのは、これから本当にハロウィーンとかクリスマスになるので、心配ですね。でももうずっと待機とかってもう多分無理なんで、ストレスが多すぎて、こうやって開けては閉め開けては閉めっていうことになるんじゃないかなと思ってますけども、このまま数がどんどん下がっていくのが一番のシナリオですよね。